道具タンネル。どうもこんにちは、オグタンネルのオグです。今日はですね、この CC ストラットの弾き方を説明していきたいと思います。 A と B パートに分けるんですけども、 A パートがこれですね。で、 B パートがA パートをまずじゃあですね、ご案内していきたいと思います。最初1弦の5フレットで、1弦の3フレットで、2弦の5フレットで、2弦の1フレットで、3弦の3フレット、ここまでです。5 3 5 1 3、Cm の形ですね。 Cm7 1度、7度、5度、3度、1度で、次が4弦の3フレット、4弦の5フレットで、3弦の3フレット、で、5フレットに戻って3フレットですね。4弦の3フレット、5フレット、3フレットで、5フレットに戻って3フレット。これフレーズになります。次はですね、3弦の3フレットで、2弦の5フレットで、1弦の3フレット、こういう感じになります。3フレット2回、4弦の3フレット2回、3弦の3フレット、2弦の5フレット、4弦の3フレット2回。最初の1回目のこの3フレットはゴーストノートみたいな感じですね。ちょっと何かかりましたか？じゃあゆっくりやってみましょうか。1 2 3 4。ありましたでしょうか。 B パート、 B パートはですね、
ういうフレーズになります。まずが、まずがじゃない、まずはですね、1弦の5フレットで3フレットで1弦2弦の5フレットで1弦の5フレット1弦の3フレット合ってたかな間違えた。1弦の5フレット2弦の5フレットで1弦の5フレット1弦の3フレット、これを1弦の5フレット1弦の2弦の5フレットで1弦の5フレット1弦の3フレット1弦の5フレット1弦の3フレット、こうですね。でまた1弦の5フレットから1弦の2弦の5フレット1弦の5フレット1弦の3フレット、これフレーズになります。1弦の5フレット2弦の5フレット1弦の5フレット1弦の3フレットで2弦の5フレットで3弦の3フレット C ですね。この7度と5度を使ったフレーズになります。1度、7度、5度、1度、この4つですね。この4つを使ったフレーズになります。ちょっとゆっくりやってみましょう。こういうフレーズ。それでは A パートと B パートをつなげてみましょう。 A パート4回 B パート4回こういうフレーズになりますので、ちょっとやってみましょう。じゃあゆっくりね。 1,2,3,4 いうフレーズになります。なんとなく分かりましたでしょうか。分かったら嬉しいです嬉しいですじゃないね、分かってくれると、そうですね、嬉しいですよ。分かるかな。じゃあちょっとテンポアップしてやってみましょうか。になります。わかりましたでしょうか。それではまたお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。あ、グッドボタン。
よろしくね。